日本代表に選ばれたのは佐伯南中学校の3年生で大分南リトルシニアに所属する島原風雅選手です。佐伯市役所によりますと、島原選手は日本代表メンバーに選ばれ、来月にアメリカで行われる中学生の硬式野球の国際大会に出場することが決まりました。日本代表は18人で、このうち九州からは島原選手が唯一選ばれました。島原選手は今日、佐伯市の田中市長に出場を報告し、持ち味の長打力を生かしてチームの勝利に貢献したいと活躍を誓いました。九州の代表として、自分が生かしてもらうので、応援してくださっている方の思いというか、やっぱ気持ちをその力に変えて活躍したいなと思います。大会は来月18日から行われるということです。